あんなに戦えてキャプテンシーがある選手、いろんな面で効いてるなっていうのはもう見てて本当に分かった。最後までやっぱピッチに置いておきたいと思わせる選手、どうやってサッカーを教えていいのかっていうのが全く初め分からなかった。彼らがやっぱりこう引き込んでくれたっていうのもあるんですね、この監督の道という芯がぶれてないから、それでみんな選手たちも信じてついていけるっていうとこはあるんじゃないかな。結局は自分の信じるサッカーをするしかないんだなっていう結論には行き着いたんですが、まあ、平等というところは意識してます。今年は本当楽しみなシーズンだったんですけど。はい、皆さんこんにちは。いい時間帯ですね。原博美です。Jリーグ TV 始まります。今日もヒロミのテレトークをお届けしたいと思いますが、はいはい、今回のゲストは FC 東京の長谷川健太監督に来ていただいております。お、健太監督ね、はい、よく喋ってくれんじゃないか。あ、本当ですか。それは期待大ですね、はい、それでは長谷川健太監督どうぞ。こんにちは。お、こんにちは健太、よろしくね。ご無沙汰します。元気？元気でやってんの？とりあえず元気でやってます。今当然だけど練習は、チーム練習は休みだよね。そうですね、1ヶ月も丸々休みですね。個人的にみんな体を動かしてるっていう感じ？まあ、東京の場合は凄まじいんで、なかなかグラウンドで自主練も許してもらえないぐらいな感じですから、本当に個人個人で動かす程度ですかね。この前この番組に東出てもらったんだよ。東なんかキャプテンらしくなってたよ。いや、もう本当昨シーズンは彼が本当にいろんな面部分で支えてくれたんで、非常にこうタフになったんじゃないかなと思います。まあ2018年に就任して1年間いろいろ選手チーム試合を見て、まあ東がやっぱり一番キャプテンに向いてるかなということで2年目から変えて東にしました。やっぱりでも去年とかが本当に成長したなっていう、ボールがない時も攻撃だけじゃなくて守備とかそういうところでも本当になんか東成長したなっていうのがこう見てる感じは俺は思ってるんだけど、やっぱりそういう感じはある？キャプテンにしてよかったっていうか。ありますね。やっぱり FC 東京の中で、まあ、今まで一番発言権が強かったのは多分森重なんですよね。存在感、いろんな実績含めて、まあ、森重に対して物を言える選手っていうのはなかなかいなかったんですけど、敬語はもう自然と、勝つためにはまたチームが良くなるためには森重にも食ってかかるような性格だったんで、やっぱり彼に任せてよかったなというふうに思いますし、あんなに戦える選手だというふうには思ってなかったんで。ああ、そうだね。オンのプレーは非常にいいものを持ってるけど、そのオフの動きであったりとか、そのキャプテンシーというかその気持ちの部分、まあ、少し弱いところがある選手なのかなというふうに思ってたんですが、一緒にこう仕事をしだして、あんなに戦えてキャプテンシーがある選手っていうのはちょっと初めてというかびっくりしましたね。オリンピックの頃もさ、この前東とも話したんだけど、すごいこういい時はどんどん出てくるんだけど、困ってる時とか、あれ今日東いないんじゃないのみたいな試合がやっぱ何試合かあったんだけど、ないんだよね。去年とか見てても東の存在感っていうか、それが随分、彼の意識もそうなんだろうけど、ただ点は取ってないけどな、点はあんまり取ってないんだけど、ただいろんな面で効いてるなっていうのはもう見てて本当に分かった、ね、結局最後変えられないんですよね。勝ってても負けてても本当に最後まで出し切ってくれる選手なんで、最後までやっぱピッチに置いておきたいと思わせる選手、ね、そういう選手になったね。まあ監督がいいと選手も伸びんだろうな。そんなことはないと思います。 J クラブでいうと最初はエスパルスだよね、行ったのはね。そうです、はい。前から聞きたかったんだけどさ、エスパルスに行く前、俺の記憶が正しければさ、浜松大だっけ、大学、はい、大学をちょっと教えてたよね。まあ解説とかやりながら5年間教えましたね。だよね。あれは結構大きかったんじゃないのと思ってんだけど、どうなの？そうですね、大きかったですね。教えるという作業も初めてだったん でましてコーチとかという役職についてなく、
そのままの大学の監督になったんで、どうやってサッカーを教えていいのかっていうのが全く初め分からなかったですね。キャンプでよく、初めはこう基礎練習から始めてとか、あの体力トレーニングから始めてとかで、大体5週か6週でチーム作っていくじゃないですか。だからそのイメージで初めはその基礎練習をすごいやってたんですけど、東海大学リーグの2部、3部から2部に上がったぐらいのチームだったんで、その基礎練習やってもみんな下手なんですよね。基礎練習が上手くなるのを待ってたら多分1年とか早くて半年ぐらいかかっちゃうんで、そしたらチーム作りってこれ果てしなく先になっちゃうなと、これいつまでたっても試合できないなと思ったんで、あの考え方変えて、もう当然今どの監督もやられてますけど、逆算してチーム作んなきゃダメなんだなと。でそれからまあある程度その基礎練習と並行しながらもチーム作りっていうのに着手して、手探りで1年間やって2年目もやってというのが5年間まあ、やらせてもらうことができたんで、それはすごい大きかったですね。俺もなんか早稲田とかさ、ちょっとなんか裏をクビになった後さ、ちょっと間が空いてた時にね、見に来てくれとか言われて、学生と絡むのはさ、すごく勉強になることは多いね。プロまではうまくないから質問もいろいろしてくるのもあるし、いろんなことをこう平気で質問してきたりさ、でそれがあれそんなの当たり前だろうと思うようなことをこう説明してあげなきゃいけなかったりさ、まあ、逆に気づくこともあるんだけど、指導者としてもすごい勉強になったなっていうのがあるから、健太なんかはだからその5年間だっけ、5年やったっていうのはそれは大きかったね。そうですね、初めはその浜松大学っていう大学を、まあ、結局5年間教えたんですけど、浜松大学は1年間で、その後は新設されるまあ、富士常葉大学っていう大学があったんですけど、そこに、今2年目から教えてもらえないかというような話を学校側としたんですが、夏休みの時になって、まあ、当然その夏合宿、我々の頃やってたんで、練習もまあ学校でやってとか夏合宿組んでとかって、こちらはある程度チームを強化するためにいろいろ考えてはいたんですよ。でそれを選手側にぶつけたら、まあ、何言ってるんですか、もう僕らはバイトがありますと、サッカーを別に僕らはそのうまくなりたい、まあ、なりたい気持ちもあるけど、サッカーをやるためにこの大学に入ってきたわけじゃないんで、バイトとか、私生活の時間、プライベートの時間もしっかり確保してくださいと、こんな日程で練習できませんと、もうなるほどと思って、で、まあ、先ほど言ったように1年間の契約だったんで、でお前たちがもうそういうあまりこうサッカーにこう強くなりたいとか上手くなりたいって気持ちがないんであれば、まあ、こちらも契約でやってるからもう1週間に2日間出ればいいって初め契約でやってたんですけど、でもそれでこっちもやるからもう好きなようにお前ら組めっていうような話をしたら、1週間後ぐらいにまた来て、教えてくださいと。でそれからまあ、僕も中途半端できないんで、もう1週間に行ける日はもう3日でも4日でも浜松まで行って練習をこうやるようになったんですよね。でそれからその2年目のその富士の話っていうのも断って、ずっともう浜松でやりますというような形で、まあ、彼らがやっぱりこう引き込んでくれたっていうのもあるんですよね、この監督の道という部分。そういうのがなければ、もしかしたらここまで熱く監督業にまあ、どっぷり使ってなかったのかもしれませんね。あれ最初に行ったのはエスパルスだよね。そうですね、はい。あれあの時さ、誰かが監督でいてコーチで入るとかって言ってなかったっけ。石崎さんが、あそうだ、石崎さんだ、はい、監督がそのまま次の年もということでほぼほぼ決まってて、まあ、ヘッドコーチでという話だったんですが、まあ多分いろんなことがあって、健太がやるなら監督で来たらどうだという話に途中から変わってましたね。ヘッドコーチ嫌だって言ってるわけじゃないですよ。ヘッドコーチで、はい、よろしくお願いしますという話をしたんですけど、聞いて聞いてた、なんかヘッドコーチで入るんだよって、はい、あそうなんだって、じゃあ石さんと一緒にやりながら勉強しながら入っていくのかなと思ったら、なんかいろいろあって急に監督でみたいに
なったんですよ。そうです。はい。それはそれでまた大変だったんじゃない？いきなりそのエスパルスに監督で行くっていうのは。そうですね。まあ大変だったんですけど、孫が出て、はい、はい、Jリーグの監督になるためにずっとやってたんで。まあね。はい、まあそこはそこでもう切り替えてやるしかないと。逆にその初めの頃は自分でもやれるという、 こう思い上がりも少しあって、だったらやってやろうという思いでやったんですけど、まあ、大変だったですね。1年目大変だったよね、結構ね、ケンタ、ね、もう15位だったです。残り3試合で、レイソルと裏天王山を戦いまして、勝った方が、まあ、ほぼほぼ残留するだろうという戦いをなんとか制して清水が残って柏がその時降格しましたね。やっぱりいろんな経験してんだね。そうですね、まあ、初めの7試合6試合勝てなかったですね。で7試合目がちょうどオシムさんのジェフだったんです。おうおう。でそこで負けたら多分ホームだったんで多分クビになったかもしれなかったんですけど、それで勝ったの。それ勝ちましたね、劇的に。いやー、何なんですかね。でも本当にオシムさんが初勝利っていうのもなんか自分にとってもすごいこう気に残る試合でしたし、オシムさんも終わった後に今清水は成績出てないけど彼のやってるサッカーは間違ってないっていうのを記者会見で言っていただいて、すごいこう心に刺さりましたし、もっと頑張んなきゃいけないんだって自分自身思いましたね。なんかね、それ覚えてる。俺もその頃は監督だったから、うわ、ケンタ大丈夫かなとか、エスパルス大丈夫かなと思ったら、ジェフに勝って、本当にそうだよね。で、オシムさんのそのコメントも覚えてるな。そのコメントは、まあ、自分も、まあ、いつかはそういうね、若い監督に言えるような監督になれればなと思いましたけど、まだそんな監督になってないんですけど、でも大島さんのが言っていただいたっていうのはすごいこうもう勇気をもらったというか自信をもらったっていうコメントだったんですね。これでエスパルスではさ、トータルは何年やったんだっけ。結構やったよね、エスパルスでも。6年やりました。6年ぐらいやったよね。それでガンバに行ったんだよね。そうです。勝てなくて、なんとか勝ちたいから、これで大阪で勝てなかったらもう俺に監督としてのセンスはないんだろうなっていう意思を思い、そのぐらいの思いを持って大阪に行きました。あれ、大阪をガンバを引き受けた時は J2 に落ちた時だったよね。落ちた時に引き受けたんだよね。はい、まあそういう時じゃないとなかなか他の戸玉には来ないと思ったので。あの時もなんか記憶が正しければ最初は結構大変だったよね。 J2 ですぐ勝てるのかと思ったらなかなかそんな簡単じゃない感じだったよね、最初ね。そうですね。でもそんなに焦ってはなかったんですね。まあ、J2 大変だっていうふうに、まあ、どの監督もおっしゃりますし、そういうふうに私も言われてましたけど、まあ、カテゴリーは違ってもサッカーはサッカーですし、しっかりとしたチームを作っていけば勝てるようになるというふうに思ってたんで、まあ、そのうち彼らが回り出したら上にはいけるだろうなという思いはありました。外から見てる感じだよ、ケンタはさ、やっぱりそういう時どっしりしてるよね。少々ほら勝てなかったりさ、で周りがちょっと騒ぎ出したりいろんな人が言うじゃん。でも今の話じゃないけど、いやでもちゃんとこれからしっかり回り出したらいけるよっていう、そのなんかバタバタしてないっていうかさ、どっしりしてる感はやっぱりあるからね。選手たちとかもそれが結構なんだろう、ケンタ監督だとそこは安心してやれるっていうところあるんじゃないの。そうです。まあでもやっぱり一年一年ね、監督業は勝負なんで、まあそんなにこう悠長にどっしり構えてっていうわけではないんですけど、いろんな修羅場をくぐらしてもらったんで、そうやって他から見ると見えるのかもしれないですね。ケンタっていう人柄がさ、こうまあ、真っ直ぐだし、割とストレートだと思うんだよね、多分選手に対しても。こんな、あ、こうかな、こうかなっていうよりも、こうだっていう、多分そこの芯がぶれてないから、それでみんな選手たちも、信じてついていけるっていうとこは、あるんじゃないかな。原さんも監督、ずっと長くやられてて、原さん、どうですか、万人受けとかしたいと思いました。
万人受けっていうか、やっぱ俺はこういうのが好きだからねっていうのは言ってたし、嘘はつかないようにはしてたけどね、選手にはね。好き嫌いは多分あったとしても、俺はこういうサッカーとかこういう姿勢とかこういう選手が好きだっていうのはそれは伝えてたと思う。万人受けっていうか、ちょっと受け狙った時もあったけどね。僕も一緒で、まあ、やっぱり勝つとみんなに喜んでもらいたいとか、サポーターが喜んでもらいたいとか、選手ももっと楽しいサッカーとか、見ててもっと楽しいサッカーあるんじゃないかとか、まあ、いろいろ考えたりもした時期はあったんですけど、結局は自分の信じるサッカーをするしかないんだなっていう結論には行き着いたんですが、でもやっぱりもっと得点がたくさんね入るサッカーしたいですし、じゃあ守備はどうでもいいかって言ったら、そういう性格的にそういうわけにもいかないですし、きっちりとしたサッカーをしたいなというふうに思う。そうなるとなんとなくその守備ばっかで、なんとなく攻撃が迫力がないとか見応えがない試合になっちゃってるのかなとか、もっとこう皆さんが喜んでもらえるサッカーをしたいなとかっていう、いろいろこう悩んで、結局壁にぶつかってとかっていう時期がいろいろありましたけどね。やっぱり健太のサッカーはやっぱブレがないし、やっぱ選手たちがみんな、なんだろう、その選手たちの特徴がさ、うまくこういつも出てる、その例えば久保建英がいりゃいたでさ、うまくそこも生かしてるし、また今度その大森が出たりさしたら、またそのバランスとかってうまくこうやりくりというか、その辺の上手だなと思って見てるけどね。こうもっと型にはめ込んだサッカーの方がいいのかどうなのかとかっていうと、でもあんまり型にはめ込んだサッカーっていうのが自分自身があんまり望んでないんで、やっぱそれぞれ選手の良さを生かしながらうまくチームを作れればなというふうに思いますね。最初に勝ったのはさ、ルヴァンだよね、国立で。俺今でも覚えてるのはさ、終わってわーって表彰式みたいなの終わって、ちょっと後ろの方に行ったら健太がさ、そのスタジアムのちょっと後ろの方だから、なんかこう一人いたんだよな。それで、お、ケンタ勝ったなって言って、で、あれガンバの時でしょ。ガンバの時で、あれで一つ取ったらいけるよって言ったら、なんだかその時だっけ、その三冠取っちゃったんだよね。はい。だからでもあれはなんか俺もさ、ケンタがいつもこうすごいいい試合やっても、ほら決勝で負けちゃったりしてさ、なんとなくこうそういうイメージがついちゃったからさ、一回勝ってよ、勝ってよかった、一回取ればいけるよって言ったら本当に3つ取っちゃったから、すごいなと思ってた記憶あるんだけど、であそこからこうやってね、ガンバでやって、で今 FC 東京に来て、またガンバとは違う FC 東京でね、 ACL 今年だっていいスタート切ったんだな。そうですね。今年は本当楽しみなシーズンだったんですけど、そういう中でまたこんな、まあ、誰もが経験したことないこういう新型コロナウイルスのこの状況になっちゃったから、またそれはそれで大変だけどね。まあでもケントならまたそこもうまく乗り越えていってくれるんじゃないの。はい、何とか乗り越えなきゃいけないなと、本当にこの1ヶ月間はもう我慢の1ヶ月で、まだ先がまだ見えてないような状況なんで、なかなかこうサッカーの方に頭が回るような感じではないんですけど、そういう中でやっぱりそろそろしっかり準備をしていかなきゃいけないなというふうに思ってますし、そういう気持ちにやっと なってきたっていうか、メンタルが前向きに、今まではもう本当病気にならない、かからない、あとうつさないとかというようなことが先行して、なかなかやっぱサッカーのことを考えるような余裕がなかったんですけど、まあ、やっとなんとなくこうそろそろまた本当に次に向けていろんなこと考えていかなきゃいけないなっていう気持ちにはなってきました。今こんなに家族と一緒にいることないんじゃないの。ないですね。ね、今までだって、はい、一緒の頃から指導者になってからだって、こんなにずっと家族と朝からいるっていう時間は、まあ俺も初めてなんだけどね。他に家にいることがないですね。散歩ぐらいか、してるのは東京だと。そうです、そうです、もう毎日散歩して近いんだもんな、実はな。そうです、そうです。朝会ってるかもしれないね。まあまあ、でも健太だったら見たらわかるわ、すぐ。僕もわかります。原さんが走ってたら。早く練習が再開したら、なんか小平も見に行きたいよね。はい、ね、原さんの監督やられてる頃、ナビスコカップで FC 東京が優勝した姿は覚えてますんで、ぜひ
東京でタイトルを取りたいなというふうに思ってます。そうだね、それは、うん、本当にリーグ戦、まずリーグ戦もね、再開したら、まあ、こっちもいろいろあるんだけど日程も含めて なんとかこうやれる状況とか、それは我々で準備していきたいと思うんで、トレーニングができるようになったら、その中でね、またいいチームを作ってもらえればと思うけど。そうですね、早くみんなと顔を合わせてトレーニング一緒にできる日が来ればなというふうに思ってます。あれはやってんの、なんだ、 1日おきぐらいに、なんだろう、こうフィジカルトレーナーがこの体幹やったり、こう体を動かしたり、全員でこのウェブ見てやってるとかっていうのは。やってます、やってます。どこのチームもやってるね、結構 ね。そうですね、もうやっぱりだいぶ日数が経ってきてるんで、多少なりともやっぱり少しでも体を動かしたりとか、あとメンタルの部分でもみんなと一緒にこうつながって一緒に運動するという部分も非常に大事な部分があるというふうに思いますので、各クラブいろいろ工夫しながらやってるんじゃないかなと。あとこの前会議でもちょっと皆さんの意見も聞いてみたんだけど、やっぱり交代枠をさ、どうしてもこうハードスケジュールになるから、やっぱ5人にしてしようと思ってる、FIFA の方もそういう風にかましようっていうのもあるんだけど、やっぱり多分連戦になるのは避けられないから、そうすると各5人でっていう方がいいよね、はい、そうですね、再開が夏の暑い時期に再開にする予定じゃないですか。まあ、そういう時の過密日程で5人交代枠があるっていうのは非常に大きいと思います。はい、ガッキーなんかあるなと。はい、今日もぐもぐタイムはありませんので。あ、ないの？長谷川監督、今コーヒーご用意いただいてるので、コーヒーでも。俺は用意したんだよ。今日は原さんの食べ物は何ですか？コッペパン、クリームチーズくるみ入り、どう？それこれまずはい、美味しそうですね。これはね、なんだろう、ちょっと今日ね、いろいろあってね、出かけたの。はい、はい。根津神社の方、根津神社の方に行ってんの。どうぞ。このコッペパン屋さん、有名だ。じゃあ僕から質問をいいですか。まず一つ目の質問なんですけども、現役時代の選手としての原さん、どんな選手でしたか、長谷川監督。ポストプレーとヘディングがめちゃめちゃ強かった。センターフォワードという印象があって、日産強かったからね、その頃な。いや、もう強かったんですけど、やっぱ原さんのヘディングはめっちゃ強かったです。次の質問いきます。今でも清水東のサンバガラスとは連絡取ってたりするんですか？いや、微妙ですね。1年に1回ぐらいですだけどみんなすごい選手だったよ、それぞれ全然タイプ違うけど、あの3人が揃ったのはちょっとすごいっちゃすごいよね。代表選手みんなそれぞれの代表もあるし、ポジションも全然違うし、プレーと性格がまた全然違うんだよな。もう小学校の頃からずっと一緒にやってたんで、まあみんないい、お互いにいい刺激を与えてた、もらってたっていう感じですかね。次の質問ちょっと難しいかもしれないんですけど、今ご自身が現役で FC 東京に所属しているとしたら、どういうフォーメーションでどこでプレーしていますか？いやー、今の FC 東京ではプレーできてないと思います。ベンチ要員です。ね、もうケンタがいたらもう右サイドはゴリゴリいってた、ね、だから右サイド、まあ、ワントップだろうがツートップだろうが右にいて多分ゴリゴリいってたのもできる。あとは本当にある面ツートップの片割れでトップ下みたいなとこからやってもできるよね。何しろ強引だったし、なんだろう、ドッグルとさ、ジョフリーはすごかったよ、うん、なんか、ああいう選手がちょっとまた欲しいねって思うね、今ね、器用っていうよりは、もう本当に重戦車みたいにね、相手がいようか何しようか、もう、こう抜いていくっていうか、なんかそういうタイプは今、あんまりいないな。もう今、みんなスタイルがいいですからね。そうなんだよな。で、みんな上手いんだけどな、ああいう。そうむしろ今効くんじゃないかなと思うな、俺は。みんな上手いんですよね。みんな身長も高いですし、足もみんなどんどん長くなってきてますから。重心が低かったね。だからもうどんな天候でもいけるし、相手がなんだろう、外国人当たりでも全然平気。外国人向けだったね。外国に行った方が良かったかもね。健太はね。お二人ともストライカー出身で監督経験者なんですけども、監督に向いているポジションってあると思いますか？まあどうなんですかね。フォワードやってる人が監督になってる感じは多いような気はしますけどね。キーパーがやっぱ少ないですかね、日本の場合は。
そうですね、キーパー少ないね。何かあるんですかね、そういう向いてる向いてないみたいなのっていうのどうなんだろうね。俺もわかんねえけど、走んなかった監督さんの方が走れ走れみたいになったりするよな。走るけど技術がない人は割と技術が好きな人が上手な人が好きだったりとか、ないもののねだりみたいな、そういう選手が好きだったりは するかな。どうなんの、健太。と思いますね。あのフォワードの出身者は意外と守備の方をやる監督が多かったりとか、あとディフェンス出身者の監督は守備よりも攻撃重視で戦ってくるような監督さんが多いような気がしますけどね。そうなんだよ。だから健太とか俺とか意外とね失点少ないじゃん。健太はまあそうかもしれない。俺ってあの攻撃サッカーとか言ってて見てみたらなんか攻めてるようなんだけど、実は守備あんまりしてないのもあるのかもしれないけど、失点は少ないじゃん。でも得点も意外と言ってるほど多くねっていうさ。でもなんだろう、性格だな、やっぱりその人が一番でかいような気がするね。そうですね。最後の質問なんですけども、長谷川監督がチームマネジメントで大切にしていることとか意識しているとかあれば教えてください。まあ、平等というところは意識してます。区別はあっても差別はしないというところがモットーです。あとはさっき原さんも言ってたんですけど、もう嘘は言わないと、正直であるというところです。去年なんかFC 東京の練習見に行かせてもらう機会があって、もうまさにそんな感じ、試合出てるとか出てないとかじゃなくて、本当にこう選手にこう思ったことをストレートにね、今こうじゃないかっていうのを全部こう、ああこういう感じなんだって、だから本当にいい感じでチームがトレーニングしてんだなっていうのはすごい感じた。意外と人の練習ってそんなになかなか見れないんだよね。そうですね、はい。フリーになっちゃったら別なんだけど、だけど俺みたいのってフリーの時もこう見に行くと、なんか次監督なんじゃないかみたいに言われちゃったりとかさ、まあ健太もそうだよな、ちょっと間が空いてる時あってちょっと 見にいいですかみたいに行くと、なんかこういろいろ気遣われちゃうからなかなか見に行けなくて、で海外の方がだからそういう面で見に行きやすかったりするんだよね。はい。あ、海外で一緒になったことあるからね。なりましたね、スペインでコルニア。違うルートだったけど行ってそこで会ったっていうことあったよね。ありましたね、鉄もいましたね。ねえ、あれゆるれたおじさん良かったよな、優しかったよな。いや、もう本当に優しかったですよ。毎回練習終わった後にビール飲みながら、今日の練習どうだったとか、なんか質問あるかとかってやってくれたんで。なんかそうだな、送ってくれたりしてたもんな、そのホテルまで送れようみたいに言ってな。なんか優しかったよね。でもああいうなんかオープンな気持ちはやっぱり指導者ってなくしたくないなっていうのはあるよね。また練習再開したらさ、はい、行きますよ。いや、もうぜひいらしてください。もうそんでなんだ、我々の近くのあたりで、そうだね、東京勝った後はやれるようになったらいっぱいやりますか。あ、もうぜひずっとね、勝った時は怒りますよ。お願いします。いい店を探しておいて、で負けた時、あ、日焼け以下だったら怒ってもらうからね。原さん来た時は勝ってるような気がするんで、もうぜひ、まあ、全部買ってくれればいいから。はい、頑張ります。じゃあまたピッチで会えるのを楽しみにしてるんで。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございます。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。ということで今日は FC 東京の長谷川健太監督に来ていただきました。監督、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、今日もありがとうございました。質問はいつでも受け付けています。ハッシュタグデイリーグ TV をつけて投稿してください。お待ちしています。さよなら。はい、チャンネル登録はこちらからお願いします。